です。です、今のが、セイントセイヤのペガサスパーティー。ちょっとユイコをいじろうか、曲を話しましょうか。ペガサスファンタジー、これは前回の最初のライブの時にやった曲で、なんかこうちょっとこの厚さがねフィットするんで、テーマソングとも思いつつ曲ですね。で、マヨリーン、あ、マヨリーン、そこに嬉しいですね。こうどんどん進化して、こう 毎回定番で曲をやっていくと、またどん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 いろんな世界観がこう広がっていくので、それも、ね、いいなと思ってます。はい、ゆりこさん、お願いします。返信を取れたらまた返信してしまいまして。私はですね、趣味でコスプレをやっておりまして、実は。で、男装がメインで、今日はちょっと、なんだっけ。これ誰ですか、誰ですか、悠々白書の、ヨーコクラマーにならせていただきました。悠々白書は皆さんはあれですか、ご存知ですか、知ってますか、皆さんね、反応してくれてたの。あ、そっかそっか、はい、ご存知か、知ってるか、トグロ、トグロ、また喋り出しましたの、ほっときます。後で聞くから大丈夫。あ、喋るって。よかったね。小学校の頃にドグロを見て泣きました。あのごつさ。やばいですね、はい、それだけ言いたかったんですけど、大丈夫かな。チャライトウモロコシ。また後ほど。はい。また曲を踊って。はい。はい。前の段階から森さんから雄大くんは絡むよっていう話を聞いたんですけど、こんなに絡むと思うんですか。ここにね、雄大がセッションやってるライブ見に来たらめっちゃ喋ってるから、喋らしとこうと思って。赤いよ。赤だよ。バンカやってる今、バンドを立ち上げ中でして、もう年内に準備をして来年活動をバババーンとしたいと思うので、もしよろしければ今日こんなモヒカンですが、髪型とかも誰も負けない自信あるので、覚えてないかな。私も髪型負けないんだけど。先輩はここに、まあそんなわけで見てるよ、まあ、そちょっとなんか自然を感じますが、後からドラマーの方にもお話を聞きたいと思います。ここが初なんだね。ね、このライブのここが初めましてです。あ、パッサも初めまして。同期とパッサも初めまして。初心者マークは初めまして。あとはみんな今回の、あ、雄大とも初めまして。雄大は全員初めまして。一緒に初めまして。これ、しっぽ。しっぽ。アマゾンで買いました。じゃあ行きましょうか。次はこんな可愛い格好をして、次は何でしょうか。北斗の拳の愛を取り戻す、超えていただきましょう。はい、you
妖怪人間。
藤子不二雄さんのですね、原作のジャングルクルー、あそこにも本があるんですが、あ、そうです、そうです、そう、あれがね、一回絶版になってるんです、黒人差別じゃないかということで、で、最近になりまして、再版されまして、それまではね、小学生1年生とか2年生とかで連載をしてたんですが、ドラえもんと逆みたいなポジションですね、黒部の方がドジっ子で、で、周りが助けてくれるので、ちっちゃい、手下じゃない、一緒に来た人たちにね、そう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 、ジャングルの、ここで、ジャングル黒部 の、 本名を発表したいと思います。あとです、漫画とアニメが違いまして、漫画バージョンがクロンベンボコめっちゃらくっちゃらほいさっさが本名で、アニメバージョンがクロベンボコベンベロチョンタベンボコリンコンブラブラボロリンボロボロボロリンバエボコランバエボコロンタラタラリンベンベ、なんかすごいボロボロしてる、ね、これ練習したんですけど言えませんでした。これを暗記して言ってくれたら、ごめん、次次すいません、次までに覚えておきます。じゃあ次来場されるかどうか、はい、ちょっとこれも言えないとはい、ですね、可愛い感じの曲なので一緒に手拍子なんかもお願いしたいと思います。お願いします。Thank you.
ちょっとさ、くらさん。わかります？くらさん。似てます。これがもう気持ち悪いって言われてる。これ私大好きで、いつもやってもらう。嫌だよ、個人的に。何やるんですか？マリオでした。拍手、ありがとうございます。できるよ、できる、ほら割と誰でもできる、割と誰でもできる。すいません、ありがとうございます。 ですね、次はですね、アンパンマンの、曲なんですけれども、これは普通のアンパンマンの曲も好きなんですけど、ちょっともう私たち大人になってきたんでね、時代から。いや、なってるね。なってきたので、こう、アレンジをしてるんですよね、時代から。もう、森さんって言わないと。あ、森さんね。そうですね。はい、お願いします。はい、ですね、アンパンマンを普通にやっては面白くないということで、大人になったアンパンマン、18禁のアンパンマン。アダルトオリエンテッドサンバのリズムを使ってやるという。聞いてください。
っとサンババージョンでした。こういう感じのですね、ちょっと最後の方も何の曲か分かんなくて、そうインコグニート入ってこれも何をやってるんだろうと思いながら心地よい感じ、セットリスト見せたら、あ、アパマだ途中から入ってきた人分からないこういう感じにですね、ちょっと古めかしいっていうとあれなんですけど、古めかしいというかこう歴史を重ねてきたものへの魅力っていうのはものすごいと思うんですよね。こう遺産とかもそうですし、お遺産やめても本当に釣れるから、そうですね、曲にもそういう魅力があって、でくしくも今期ですね、深夜アニメが得意枠なんですけれど、おそ松くん、ルパン三世、とあと今回今から歌うシティハンターと、あともう一個あったはずなんですよね、ちょっと忘れちゃったんでごめんなさい、あれなんですけど、そういう昔のアニメとか昔の漫画、昔のドラマっていうのをまた現代にリメイクしても、それでもなお魅力が古臭くならないっていうのがすごいなと思いますね。ゲットマイルじゃないですよ。ごめんなさい。そうっすよね。ゲットマイルでまたじゃあ次回。はい、で次の曲はですね、今上川隆也さん主演でやってるエンジェルハートというドラマの、第1部です。まあ、エンジェルハートはちょっとパラレルワールドという設定なんですけれども、シティハンター、佐山亮ちゃんの漫画ですね、それの主題歌、オープニング、愛を決める。愛を消えないでも
自分の全てを使ってもうこの場を楽しんでいただきたいと思うぐらいにちょっと燃えさせてくださいました。なので最後まで私たちも全力で皆さんを楽しんでいただけるように歌いますね。お、遅いぞ遅いぞ、わかんないけど遅いぞ遅いぞ。はい、では、あ、その前にちょっと告知がある方いらっしゃったら、はい、じゃあ森さん、はい、年も暮れまして12月26日ですね。超えてない、くれまして、年もくれまして、来年になっちゃうからね。ここで、いろんな音楽をちょっと演奏しようと思ってですね、いろんな国の、日本があればアメリカ、南米、イギリス、ジャンルもですね、アダルトオリエンテッドロック、 R&B、ファンク、それで J ポップとかね、そういう感じで、はい、いろいろとセッション的な感じでやってみたいと思いますので、年末ね、お忙しいと思いますけど、何か用がなければ、用がなければ、ちょっとふらっと天候あたりのインターで降りて、アルマジロ、あるじゃんみたいな感じで、あ、寄ってこうかな、っていう感じでやって、来てると、私がね、アルマジロ行こう。で、今日の、ゆり子さんも、はい、今日はこんな格好してますが、この時は、ちょっとアイドル曲をやりたくてですね、フリフリ来ちゃおうかなと思ってますので、またお願いします。お願いします。同胞大学さんの学園祭に出演させていただくことになりまして、洋楽の女性ロックをやります。なので興味がある方は、入場無料なので、よろしければお越しください。同胞大中村公園の近くっていう感じで聞いているんですけど、僕もすいません、そこはまだ、はい、同胞大学です。同じに月二つです。そんな感じでお願いします。告知失礼します。明日夕方ぐらいに大酢で飲んでますので、飲みたい人は来てください。昇龍っていう中華料理をです。よろしく。の本当に飲んどんの？じゃあ参加無料じゃなくて、彼からの、メッセージはまだっていうメッセージが届いたら来てくれってことらしい。まだかったね。まだ。はい。僕はですね、今日実はバンドのメンバーが来てまして、そこにメガネかけた女性と、その前にちょっといい人顔をしたドラマーがおるんですけど、善人顔の彼とこの人とバンドをやってまして、サガイのメモリーレーンというお店で、奇数月の第3土曜日レギュラーで大人バンドとい う曲なんですけど、バンドをやってまして、J-POP と洋楽のカバーが多いんですけども、そういった夜9時半からの大人のお店ですけど、朝までやってますので、はい、朝までライブはやってない、ライブはやってない、ライブは朝までやってない、ライブは11時で終わっちゃうけど、お店は朝までやってるので、アルマジロさんと同じく美味しいお料理を食べてます。よろしくお願いします。あと、カレー部からのお知らせ。カレー部からの
カレー部からのお知らせで、まあ、ちょっと僕カレーが趣味でカレーを作るんですけどもカリアのレトカフェという犬が入れるドッグカフェで毎月私がカレーが、イガヤのカフェか、そうです、イガヤのカフェです、あ、よく知ってますそこで月に1回週替わりカレーで僕のカレーが提供されてますので明日はちょっとクローズドイベントなんでまあ、25日もちなみにその刈谷のその辺のお祭りでカレーを作ってますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな個性豊かなメンバーで、お送りしてしきましたガラスライブボリューム2。カレーきれいじゃん、もう止まらないですねこの話はちょうど、はい、ではもう、今日のガラスライブボリューム2戦う男シリーズ、最後の曲です。はい、横ちゃん、はい、最後の曲は Do You Have Shown の微笑みの爆弾。Thank you.
ました。本当に今日はいらしてくださって本当にありがとうございました。そんな感じになってきました、はい。僕も生まれる前の狼少年ケンという1960何年ですか63年ですか、ここにおられる方大半の方は、ね、生まれてないと思うんですけど、生まれてますか。どうでしょうかね、その懐かしい感じで聴けるのか。あ、でも最近 CM でもね、このメロディーが、旋律の部分が CM でも使われてますので、ああ聴いたことあるっていう感じで聴、ね、いてるなと思うんですけど、でも曲自体はもう本当に40何年前っていう曲ですね。それをテレビで言ったら白黒の時代の曲ですね。でこれをアンコールでやってみたいと思います。Bum bum 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 b
私がこの間の時に持ってきた時に即採用された割にみんなが文句が多くて知らねえよ知らねえよみたいなだけど最初は やめようって言ってた、ね、そうなんですよね。だけどねバンドでやってみたら意外といい感じでね楽しくやれたので、うんこれもちょっと続けていきたいなと思います、はい。またいらしてくださったからちょっと覚えてくれると嬉しいなと。ケーンやりましょう。そうそうそう一緒にやられるとなんかちょっとハードルが高いかなと思ったんであれなんですけど。大丈夫大丈夫。ねまたこれまた次回ケーンも、はい、一緒にやれるといいなと思います。次回といえばお言えば、はい、ねもう次回のガラージのライブが決まっております。イエイ。30日、土曜日、ここ4月いやいやいや、まあまあまあそういうあのレアポケモン的な30日土曜日、ここを我らが愛するアルマジロで、はい、よろしくお願いします。お願いします。まだアルマジロさんに言ってないあれ、そうそうお願いします。お願いします。なんで勝手に言ってすみません。勝手に言ってしまった。ちょっと勝手に言いました。まだちょっともしかしてランキングできてなかったえ、あ、大丈夫ですか。サンちゃんね、僕の一個上の先輩で、はい、実家が隣、僕の実家の隣に住んでます、はい、隣畑挟んでる畑このアルマジロでのこういろんな人との出会いとかつながりとか音楽のつながりっていうのを話し出すともう日が暮れるぞっていうか1週間終わるぞっていう思惑くれとるけどもっていうぐらい本当にこのアルマジロっていうのは私たちというかガラーズというバンドにとって思い入れのある場所です。本当にありがとうございます。そしてこういう思い出の場所を作れるのもこう来てくださったり応援してくださる皆さんがいらっしゃるからです。本当に今日はもう温かい場所を一緒に作ってくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます、嬉しいですね。ありがとうございます。本当にこれで本当に最後の曲でございます。これが終わったらもう今日のライブは終わってしまいます。まだ撮影会が残ってます。わかりました最後の曲サインとかあるの。サイン私どっかにサインしてて。あちょっと考えておきます。答えながら母音でよろしければちょっとやめてはい、それでここでやっとドラゴンボールが出てきます。ドラゴンボールこの人ねメドレーこれこそ皆さん大変ですよもうこのメドレーってね勝手にすいませんこれって送ってこの3つつなげてください。ポーンポーンって投げてきてで、まあね、こう切り張りするんですけど結局その演奏時間は4分ぐらいなんですよ。だけどその流れをですねいろいろと作るのに多分7時間かかる。ごめんなさいもう覚えてる。普通の公務員の人みたいな。ペンがねこうなんだろうこの野郎っていう感じの書き方になって、図書館になってる。まあそんなことはどうでもいいんですけどメドレーをちょっといろいろとこの3人が考えてくれてそれをこうねなんかその皆さんがこう幼い頃とかそれからリアルタイムで聞いて、ね、見てられた方もいると思うんですけどちょっとそういう思い出深いというか あの頃ああいうことあったなっていうのをちょっとね思い出していただけると、ね、いいかなと。本当に短い時間ですけどちょっと演奏していただけると思います、ね、これでラストの曲です。締めちゃったと。そうですよ。はい。じゃあドラゴンボールメドレーです。はい。スタンドボール。ドラゴンボール。スタンドボール。
ました。